ホッチキスエメリー1914へ、機関銃は、フランスの兵器メーカーであったオチキス社によって開発され、第一次世界大戦中に採用された、フランス軍の標準的な銃機関銃である。フランス語では、エイが発音されないため原音に、忠実な日本語表記は、オチキスとなり、ホッチキスはこれを購入したと言語圏などでの呼び方である。エメリ1914は、 ベンジャミン・ホチキスの設計に忠実な機関銃の最終型であり、ホチキス・エメリー1909系機関銃とは、機構的にほとんど別物である。第一次世界大戦勃発時点では、サンテティエンヌ・エメリー1907が、フランス軍不評部隊の標準銃機関銃であったが、エメリー1907は、野戦における、信頼性が低かったため、1917年からは、 ホッチキス銃機関銃がフランス軍標準銃機関銃の地位を占めるようになった。1917年から西部戦線に参戦したアメリカ合衆国遠征軍もホッチキス銃機関銃を使用した。ホッチキス銃機関銃はフランス軍においては1940年代初頭まで使用され、フランス以外では日本、メキシコ、スペイン、ベルギー、ポーランドが実戦で使用した。 この機関銃は1860年代にアメリカのベンジャミン・ホチキスがフランスに渡り設立した兵器メーカーをチキス社で設計製造したもので世界で初めてガス圧利用による作動方式を実現させた機関銃として現在までに登場したすべてのガス圧利用式消火器の共通の先祖と言われる1895年にフランス軍の銃機関銃選定トライアルが行われ ホッチキスエメリー1897へ、機関銃が1897年に正式採用され、翌年には輸出のための売り込みが開始された。このエメリー1897の運用実績を元に改良を重ねエメリー1900を経て、エメリー1914が完成する。1908年には、フランス国内の政治的圧力により、 サンティティエンヌ造兵交渉が設計したサンティティエンヌエメリー1 9 0 7機関銃がフランス軍の標準機関銃として正式採用されたがサンティティエンヌ機関銃は信頼性が低かったため1908年以降も戦力的に意味を持つだけの数のホッチキス・エメリー1908が導入された。しかしホッチキスはもっぱら植民地軍やアルプス山岳部隊に配備された。 1916年までの西部戦線のフランス軍不評部隊には未だに信頼性の低いサンテティエンヌ機関銃が大量に装備されていたが、これに対してアンリ・フィリップ・ペタン将軍はサンテティエンヌ機関銃より信頼性の高いホッチキスエメリー1914機関銃を前線不評部隊に下級的速やかに配備するよう要求した。ペタン将軍の尽力もあって、 1917年から1918年頃にはホッチキスエメリー1914がフランス軍の核不評手段に配備された。ホッチキス重機関銃は同じ重機関銃でも水冷式重心と反動利用所を取り越える作動方式のマキシム機関銃と対照的に空冷式の重心と発射ガスの圧力を利用したガス圧作動方式を備えている。 本体構成は32個の部品で構成され、スプリングはコイル式のものを4本だけ使用し、組み立てにはネジやピンを一切使用せず、部品が逆方向にはセットできないように形状にも配慮して設計されており、分解や組み立てが簡単に行える。撃発機構は長時間の連射による重心の過熱が原因で、引き金を引かなくても弾薬を薬室に装填した瞬間に、 重心の熱で火薬に引火して発射してしまい、連射が止まらなくなる、コックオフ現象の予防対策として、オープンボルト状態から射撃を開始する。これは、初期型のエメリー1897から受け継がれており、現存するすべての軽機関銃、汎用機関銃、重機関銃も、同じ理由で、オープンボルト方式を採用している。 重心は1000発の発射をめどに交換することになっていたが、これも専用のレンチを使えば素早く簡単に行うことができる。その重心も暗赤色に発光する摂取摂取400度まで耐えることが可能である。ホッチキス重機関銃は1丁につき3人1組のチームで運用する。弾丸は専用の補弾板に24発装着し、補弾板は 最終弾撃発後に自動的に排出され、ボルトは交代位置で停止する。補弾版方式は地上において3人の不評での運用にはちょうど良かったものの、相談数、つまりは連射可能時間が布ベルト団体に100から250発装備するマキシム機関銃より極端に短かったために、航空機や戦車などへの搭載に支障をきたした。 この欠点を補うために250連発の非分離式メタルリンクが1917年に採用され、シュナイダー CA13 シャモンルノー FT-17 など第一次世界大戦当時のフランス製戦車や不評部隊で広く使用された。もっとも重心の加熱を抑えるには補弾板方式の方が適切であった。1900年から2種類の標準三脚が第一次。 対戦前まで使用されていたが、最終型の3代目の三脚は最も広く使用され、大量に支給された。このエメリー1916三脚は、ホッチキス重機関銃とサンテティエンヌ機関銃の両方を搭載することが可能で、乗り合い三脚と呼ばれた。ホッチキス重機関銃最大の弱点は、銃と三脚を合わせて合計4 6 8ラムにもなる重量にあった。 乗り合い三脚は、重量だけでなく銃が設置された位置が高すぎ、後の日本製のホッチキス系の発展型とは異なり、姿勢を低く調整することができなかった。平地に設置すると射手が三脚の後ろ足に設けられた、サドルに座る格好になるため、射手が、榴弾の破片にさらされたり狙撃手に狙われやすくなり、残酷に設置しにくくなる欠点を有していた。なお、 マキシム機関銃は重量に関しては似たようなものであったが、銃化は比較的前後が低いため、平地では膝立て打ちか伏せ打ち、または地面に座る格好にできる分狙われにくかった。ホッチキス銃機関銃の主なユーザーであるフランス軍不評部隊は、この機関銃を第一次世界大戦から1940年まで使用した。ホッチキス社は、 1914年から1918年までの5年間に4万7000兆のエメリー1914をフランス軍に納入した。その大半は当時のフランス軍製式弾薬であった 8X50 メートル MR 弾を使用したが、旧式の11ミリメートルグラ弾を使用するタイプも数百兆製造され、それらは植民地軍に供給された。フランスに次いで、 ホッチキス銃機関銃を使用したのは1917年から西部戦線でイギリスフランスと共に戦ったアメリカ合衆国遠征軍でありフランス軍と同一の 8X50 メートル MR 弾を使用するタイプを7000導入した。日本は当初マキシム機関銃を馬式機関砲として採用したが 本来の性能を国産では実現できず、ついでホッチキスエメリー1897へ、機関銃の30年式実砲使用を、保守機関砲として、ライセンス生産して配備し、日露戦争当時の日本陸軍不評、機兵部隊の標準装備となった。対するロシア帝国陸軍は、マキシム機関銃を、旅順後為戦などで使用した。その後に、日本が設計した、 不評用銃機関銃は、すべてホッチキス式の作動機構と、球団機構を採用、または発展改良して受け継いでいる。7X57mm、マウザー口径のホッチキス銃機関銃は、メキシコ革命において、ポルフィリオディアス率いる、政府軍とパンチヨビリア率いる、革命軍の双方が使用し、スペイン内戦でも、マヌエルアサーニャ率いる、 人民戦線政府軍とフランシスコ・フランコ将軍、率いる反乱軍の双方が使用した。7.92X57mm モーゼル弾口径のモデルも製造され、これらはポーランドソビエト戦争にてポーランド軍が使用した。第二次世界大戦後はフランス軍で新型の 7.5X54mm 弾が新正式弾薬となったことと、 小口系の重機関銃の存在意義が汎用機関銃の登場によって失われたため a 5に汎用機関銃と交代する形で退役した。ありがとうございます。